おはようございます。今日はちょっと花いっぱいですね、ちょっとお裾分けをしておりますけどね、これ先日、金曜日でですね、心さんのコンサートでね飾ってあった花なんですよね。その時に私車で取材ですから車で行ってたもんですから、車で来てんだったら花ちょっと持ってってよってことでね大量にいただきましてですね、今もうバラが綺麗に咲き誇っております、はい、こういうような状態ですけどね、はい、ということで金曜日のね、コンサート金曜日8時のコンサートね楽しみにしてくださいね。はい、応援させていただきますからね。はい、ジーパさんおはようございます。こんにちは。よいしょ。それではね、だんだんと始めてまいりたいと思います。それではまずはテストの、言葉からいきましょう。落ちた。本が落ちた。すいません。はい。それでは、ね、まずはテストの言葉。11月の9日ケースファイアバイペーパーすみません、ケースファイアバイプレイヤー。ベイルートで国境線を越えて向こうにいる子供たちを連れて行きたいと思ったとき、そのためには戦場を横切らなくてはならず、撃たれる可能性もあると注意されました。でも私は主張しました。いいえ、明日は休戦になるでしょう。戦いは止むはずです。シスターたちは翌日休戦になるように祈り続けました。そしてその通りになったのです。私たちは身寄りのない子供たちと体の不自由な子供たちの世話を引き受け、安全に私たちの家に連れてくることができました。11月9日、ケースファイアバイプレイヤーということですね。ベイルートというのは昔、戦争があった中東の地域なんですけれど、子供の頃でしょうかね、僕も子供の頃にベイルートでってすごくこうニュースでやっていたのを覚えていることが覚えています。でその頃シスターはね戦場にいたわけですね。マザーテレサっていうのはもう生誕100年っていうぐらいですからね、もちろん今現在はこの世にはいらっしゃらないんですが、すごく前からこの奉仕活動をやってらっしゃったわけですよね。だから、今100年ということは今から70年近く前から奉仕活動、多分70年もっと前かな、20代ですかね、20代後半30代でしたっけね、70年近く以上はですね奉仕活動をやっていたわけですね。ですからこのベイルートっていうか、僕は子供の頃もですね戦争だった地域でですねこういった奉仕活動をしていたということなんですよね。これベイルートっていうのは、ね、街なんですけどね、こう市街戦をやってたんですよね。だからすごくこうボロボロのビルだとかそういうのがね頭に浮かぶんですけどね。はい、それでは次に行きたいと思います。よいしょ、さっきですねこれが落ちてきたか、これ関係のやつやりたいんだけど今本はないな。よし、でも考えよう。はい、アケルさんおはようございます。ジーパンさんおはようございます。ジェイドさんおはようございます。ということでね、はい、ということはそこ、それで次はですね、ホワイトイーグルヒーリングブックを紹介したいと思います。
62ページ進歩の道というところから、スピリットは自由、大切なことはどのような経験も、失礼しました、大切なことはどのような挑戦を受けてもスピリットは影響を受けないということです。魂は影響を受けないということですね。困難な出来事は挑戦です。物質の挑戦、低次元で生きることへの挑戦です。美しいものに心を開き、人生を愛するように努力してください。あなたのハートをいつも無限の愛の波動と合わせるようにしてみてくださいということですね。スピリットは自由ということですね。はい、ね、いろいろあってもスピリットは何も影響を受けませんよということですね。まあ、このようでね、いろんな辛いことがあるとですね、体とか心は影響を受けますよね、確かに。だけどスピリットは影響を受けませんよっていうことですよね。確かにその通りですね。それでは、心の扉の開くを読んでいきたいと思います。11月の9日、11月9日、信仰を実践しなさい。あなたの信仰を強く揺るぎないものとしなさい。信仰とはそれを生きなければならないものです。そして実践しなければなりません。それについて語るものではありません。常に実践されることによって、より強く育っていくのです。時々必要な時に棚から取り出して使い、使い終わったら、また次に使うときまで棚にしまっておくというものではありません。信仰を持って生きるということを学ぶに従い、あなたはすべての人の中に、そして起こることすべての中に、私の姿を見るようになります。そして私のいない場所はないと気がつくのです。それは、人生の最も素晴らしいものはすべて自分の中から生まれるという、内なる気づきなのです。すべては自分の中にあると気づいたとき、あなたは外に向かって永遠の探求をやめるでしょう。あなたは頑張ることをやめ、不可能なことを求めてジタバタすることをやめます。そして静かに自信を持って今まで気づかなかった宝物がいっぱい溢れている倉庫を発見します。今こそ信仰に生きるときです。もっと強くなり、自信が持てる時まで待とう、明日まで待とうというものではありません。今すぐ進行しなさい。そしてそれがいかにうまくいくかを試してみなさい。11月9日、進行を実践しなさいでした。はい、ということでですね、実践してね、やっぱ使ってみないとですね、分かんないことがいっぱいありますよね。スピリチュアルはね、このいろんなところにこう法則ですとか書いてあるんですが、こうやったらいいよって書いてあるんですけど、実際に使ってみないと分からないですよね。で、やっぱり使ってみてなんぼなんですよ。で、使ってみたら、あ、それができるんだなってことで、それをね、ずっと使い続けるっていうことですよね。やってみないと分かんないですからね。まあ、大体人は外にこう、外の状況をずっと求めてしまいますかね。外が良くなるように、良くなるようにって、外のを良くするっていうことに興味を持っちゃうんですけど、自分を良くしていくっていうのはスピリチュアルですからね。はい。ということで、今日の、心の扉を開く、終わりにしたいと思います。はい、それでは、今日のカードを引いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。ご興味ある方、カードを引きたい方は言ってください。よいしょ、じゃあちょっとね、出してね、よいしょ。さて、今日は マジカルメッセージオブフェアリーズを引いていきたいと思います。
よいしょ、はい、それではご希望のある方言ってください。よろしくお願いいたします。しっぽさん、おはようございます。こんにちは。ちょっと音楽を流して。感謝の祈りっていうのをちょっと流してみようかな。あ、これですね。ちょっとこれ、ちょっとあれだな。あ、でもいいか。はい。おはようございます。それでは、順番に行きたいと思います。ジーパンさんから行きます。はい、ストップで7。1、2、3、4、5、6、7。こちらです。はい、しっぽさん大丈夫ですよ。ということでね、Goodbye the old, Hello the new ということですね。はい。みじれさん、おはようございます。よいしょ。Goodbye the old, Hello to the new。古いものにさようなら、新しいものよ、こんにちは。あなたは人生の第一部を終えました。そして今新しく、そしてより良い第二部がスタートします。ジーパンさんは、あ、ごめんなさい。このカードはジーパンさんの人生のチャプターが一つ終わることを示唆しています。もしかすると、あなたは喪失感や将来に対する不安で批判を感じていたかもしれません。このカードは現状があなたに多くの重要な人生の教訓を教えてくれているので、安心するようにと言っています。あなたは今、その知恵を携えて、新しい人々、仕事、状況と旅を始めようとしています。この変化にオープンになってください。関係する人々に多くの恩恵をもたらすからです。あなたの未来は大丈夫です。その他の意味です。新しい家に引っ越すかもしれません。もうすぐ昇進します。一つの人間関係が終わります。変化が激しいです。不健康な古いやり方を手放してください。時間を作って過去の痛みを癒す取り組みをしてください。ということで Goodbye to the world, Hello to the new ということですね。参考になりましたら幸いです。それでは次行きますね。ちょっと、しっぽさんね、シャッフルしますので、その時タイミングでね、ストップって言ってくださいね。よいしょ。はい、それでは行きます。誕生日でなくても引きますからね、大丈夫ですよ。あ、なんかカードが飛び出てますね。それではしっぽさんのストップと、枚数をよろしくお願いします。いちごさん、おはようございます。ぺこさん、おはようございます。よいしょ。ストップ。はい、すみさん、おはようございます。しっぽさん、枚数いけますか。はい、11、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、まあテレビの方がちょっとタイムラグがあるんでね、少し遅れて届くかもしれません。ご了承ください。ホリデーというカードが出ています。こう女性がこう水に入って遊んでいる、妖精が水に入って遊んでいる、カードが来てるんですけど、はい、しっぽさんの誕生日は何でしょうね。ホリデー、休暇。しっぽさんが探している答えは休暇中や静養中に見つかります。妖精たちは遊びと休みの重要性を知っています。妖精たちはこのカードを通してしばらく休みを取るように促しています。この休暇はあなたの人生で重要な役割を担います。心をクリアにして次のステップを考える機会を与えてくれるからです。あなたはこの休暇から多くのことを学ぶでしょう。時間とお金を投資する価値があります。その他のカードの意味です。家族で集まることは大きな癒しをもたらすでしょう。異国情緒あふれる場所で開かれる講座を受けてください。世界のパワーストップポットを、訪れてください。あなたの祈りは、休暇の時期、例えばクリスマスなどに答えを得るでしょう。休暇に関するストレスや心配はすべて天や妖精たちに、渡してしまいましょう。妖精にお願いして自分や愛する人たちのために休暇の予定を立てる。そしてその間の経済的な心配をなくす手助けをしてもらいましょう。静養をしましょうということですね。ホリデー、休暇ということで、あなたが探している答えは休暇中や静養中に見つかりますということですね。はい、参考になりましたら幸いです。この中でね、異国情緒あふれる場所で開かれる講座を受けてくださいっていうのがあるんですが、これはね、あのスピーチャルセミナーは実はね、日本でやるより外国でやった方が効果が実は高いんですね。それはまあそこに行くと集中できるっていうのもあるかもしれないんですが、日本でやるとですね、日本人の集団意識の影響を受けると実は言われていてですね、こうなんていうのかな、日本人の場合は新しい、ね、こう変化をね、すごくその枠から出るっていうのをね、嫌がるところなんですよね。そのこう出る杭を打つみたいなところがありましてですね、なかなか意識を上げることがしにくいんですね。だから日本、まあでもそのでき効果はないってことではないんですよ。ただ外国で受けたセミナーは4倍ぐらい効果が高いと言われているので、多分結構外国に行ってる日本人がすごく上がりやすいのはそういうことがあるかもしれませんね。まあ、日本人の集団意識の影響を受けないというのもありますけどね。はい、でもね、今の流れで言うと、まあ、昔よりはね、すごく上がりやすくなってるんですね、実は。日本人もね、今変化してきているので、スピーチャルなことをやってる人がどんどん増えてきてます。そうすると、集団意識に、こう、どんどん穴が開いてるというか、変化してるわけですね、集団意識自体が。そうすると、こういうふうなものを、まあ、勉強するときにですね、受け入れやすくなってるんですね、多くの人がですね。ですから、まあ、日本でやるのも、昔よりはすごくいい状態ですね。はい。まあ、ちょっと解説取りますけどね。はい。しっぽさん、なんだかびっくりかもです。ありがとうございました。うん、びっくりっていうのはなんかピンとくることがあったってことですかね。よかったら、シェアしていただけると助かります。はい、あ、ジーパーさん助かります。それではミチレイさんいきましょう。はい、あと基本的にここで引いてるカードは、自分に、他の人のカードも自分に関係するときがありますので、参考にしていただければと思います。そうだ、全員のカード引けませんでしたね。あ、飛び出たカードをそうしましょうかな。とりあえず飛び出たカードを全員のカードにしましょう。よいしょ。じゃあ全員のカード先にいきますかね。ごめんなさい。あ、ジーパンさん、ズバイのカードでした。ありがとうございます。了解です。 Be yourself、 自分になる。
これ皆さんへのメッセージです。ちょっと水谷さんごめんなさいね、先にちょっとやっちゃいます。ありのままの自分でいる、その状況はあなたの真のあなた自身でいるように訴えています。真の自分とはあなたのパワーの土台です。あなたは自分や他人に対して真の自分でいるときが最もパワフルで効率的です。もしあなたが感情を偽ったり行動するふりをしたり、ありのままでなく他の何かであるふりをすると、自分の感情に気づくことができなくなります。感情は重要なガイダンスの供給源です。あなたの答えに対する答えはありのままでいてくださいです。振る舞いも話すときも服を着るときでさえも普段通りのままでいてください。そして他の人がどう思うかなど心配しないでください。本当の自分でいれば真のあなたを愛する機会を他の人に与えます。すいません、その他の意味です。自分の気持ちを信用してください。警戒を緩めれば関係は完全されます。他人の真似をするのではなくて、自分の内なるガイダンスに従ってください。あなたはそのままで愛らしいのです。仕事での自分のスタイルをビジネスの成功の鍵として重視してください。自分のアイデアを信じ続けてください。芸術的あるいは創造的な方法で自分をフルに表現してください。ということですね。Be yourself。ありのままの自分でいる。というカードが出ています。ユニコーンに乗っている妖精の絵が出てますけどね、はい。これはですね、昨日ちょっと思ったんですけどね、自分の好きな格好とかしてもいいんですよね、はい。一番その人が一番いい時って、自分で思っている自分の格好をしている時っていうか、自分の生き方をしている時が一番その人が光り輝くんですね。多くの人がね、世間のこうあらねばというね枠にはまってしまっている場合があるんですが、それは必要ないんですよね。昨日とか会ってた人とかいるんですけど、やっぱ好きな服を着てますね。それがその人らしいわけです。だから僕は例えばこういう、まあ、シャツ着てますけど、こういうシャツ着てるのも自分らしい服をしているわけですね、着てるわけですね。だから自分が好きだと思う服を着てですね生きていると、やっぱりこう輝きますんでね、そういうのを心がけていただければと思いますけどね、はい。ということで次行きましょうね、はい。みじねさん、はい、プーさんおはようございます。あっくりさんおはようございます、はい。ぺこさんおはようございます。ちょっと全員ちょっと言えてるかわからないんですけど、はい、いきましょう、はい。あ、みじねさんやったっけ、ごめんなさい。あ、出た出た、ストップ15分前に、はい、失礼しました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15枚目、こちらですね、ニューカナーですね。よいしょ、ちょっと待ってね。新しい仕事、あなたの仕事はポジティブで新たな成功へという段階へ移りつつあります。妖精たちは、みじねさんの仕事に関する祈りと夢への答えとしてこのカードを送りました。これいいカードですよね、基本的に。宇宙は充実し、意義のある職業に、就きたいというあなたが口にした望みにも、口に出さなかに望みにも答えようとしています。このカードはあなたにポジティブな思考を持ち、導きに従った行動を取り続けるように促しています。例えばさらなる教育を受ける、 あなたが働きたいと考えている業界とネットワークを作る、履歴書を書いて送る、
素材や企画を売り込む創造的な探求に没頭してみることなのです。日常の行動に、祈りを組み合わせるとキャリアのドアが開きます。その他の意味です。あなたのビジネスアイデアは成功するでしょう。仕事に関する自分の直感を信頼し従いましょう。学生に戻るかスクールに通って新しい技術を学んでください。経済状態は改善します。昇進するか昇給するでしょう。職場での問題を、癒してください。そうすればあなたの職場にも生活も前に進むことができます。そうすればあなたの職業も生活も前に進むことができます。ということですね。ということで、新しい仕事。あなたの仕事はポジティブで新たな成功へという段階へと移りつつあります。ということですね。はい。ということで、ニューカナー。ということで、光り輝く妖精さんが出ております。はい。参考になりましたら幸いです。はい。そしたら次、いちごさん。きます。よいしょ。ストップで7。1、2、3、4、5、6、7。はい。じゃあですね。Your desire is within reach。これは。あなたの望みは手の届くところにありますってことですね。よかったよかった。はい。信頼してください。すべてはあなたにとって良い方向へ動いています。妖精たちはこのカードを送って、いちごさんの祈りが聞き届けられて、答えを得られたと伝えています。宇宙は見えないところで働いて、あなたを助けているからです。まだ結果がわからないかもしれませんが、もうすぐ見えてきます。ちょうど種が芽を出す前に、地中で発芽するように徐々にあなたの望みも現実へと発展します。信頼し、すべてが自分の良いように進んでいるのだと信じてください。実際にその通りだからです。その他の意味です。思考をポジティブに保ってください。一番望ましい結果を引き寄せます。優柔不断なところを克服してください。天にあらゆる恐怖心や不安感を渡してしまってください。サポートをお願いし、助けが差し出されたら受け取ってください。行動的な手段を取り続けてください。そうすれば夢の実現へと導かれていくでしょう。あと、自分自身を信じてください。ということですね。はい。Your desire is within reach. あなたの望みは手の届くところにあります。ということですね。はい。みじねさん、ありがとうございました。昨夜の番組を見ていて、私も好きなことを仕事にしたいなと思っていました。素敵なカードで楽しみです。そうですね。好きなことをしているときはエネルギーが出ますよ。やりたくないことをやっているときはエネルギーは出ません。そういうのが人間ですからね。はい。まあ、うまく組み合わせてですね、だんだん好きな比率を上げていくというかね、すぐにやっちゃうと経済的なものがなくなったりするので、よく考えつつですね、好きなことを選べるようにちょっと努力していっていただければと思います。いちごさん、みま、そう思う。ありがとうございます。はい。それでは、すみさん行きましょうね。あ、大丈夫かな、すみさん。あ、戻ってきてますね。よかったよかった。ちょっと一瞬落ちてたから大丈夫かなと思ってました。はい、ストップで3枚目。1、2、3枚目。こちら。遊んでいる子供ちゃん。のこれはね、あ、なんか綱渡りみたいなのをしている妖精さんですね。はい、実は、はい、これは You have got the power ですね。あ、今日いいカード多いですね。あなたはすごい力を持っていますみたいな感じでね。あなたはパワーがあります。あなたの能力を使ってこの状況を解決してください。スミさんならできます。あなたがこのカードを引いたのは、自分で気づいているよりも、あなたはパワフルなどということを思い出させるためです。パワフルなのだということを思い出させるためです。あなたは最近、犠牲になっていると感じたかもしれません。妖精たちはあなたの年齢や体格や教育に関わらず、
あなたが途方もない力を持っているのだと知ってほしいのです。妖精たちはどんなに小さくても、神や宇宙の力と交信します。あなたは問題を解決し、自分や他人を癒し、物質的に必要なものを現実にするためにその力を使うことができるのです。あなたがすべきことは信じることだけです。その他の意味です。非難を手放し、解決に焦点を当ててください。エネルギーヒーリングのワーク、特に手を使ったワークを行ってください。ウェイトリフティングなどの筋力トレーニングをしてください。状況を解決するために内なるガイダンスに従ってください。自分や他人に真実を語ってください。あなたの心にとって大切な問題には積極的に行動してください。ということで、You have got the power. あなたにはパワーがあります。ということですね。はい。ということで、まあいいカード出てますよね。自分の力をね、うまく使ってみてくださいね。はい。それでは次の方いきます。ニケさんかな。あ、違う、ペコさん。ごめんなさい。失礼しました。ニケさんじゃない。ペコさんですね。失礼しました。はい。はい。ストップで8枚目。1、2、3、4、5、6、7、あ、ひっくり返ってますね。8枚目。はい、アサーティブネス。はい、これもねちょっと綺麗な数なんですけどね、光り輝いてる妖精さんが出てますね。アサーティブネス、自己主張。自分の信念のために立ち上がり、本当に求めているものだけにイエスと言ってください。妖精たちがこんな幸せな理由の一つは、お互いに言いたいことをはっきりと言うからです。ティンカーベルを思い出してください。もう言いたいことを、もう自分の言いたいことを言ってますよね。この習性は、攻撃性とは大きく違います。攻撃とは他人の権利を否定することです。対照的に自己主張は全ての人の権利、つまりあなたの自身の、権利も含まれていますが、全ての人の権利に敬意を払うことです。物事をはっきりと言える人とうまく付き合うことは有益です。一緒にいれば自分の立場をいつも知ることがになるからです。現状ははっきりと物を言うようにあなたに訴えています。愛を持って真実を話してください。そして不健康で古いコミュニケーションの習慣を手放してください。その他の意味です。自己主張に関する本を読んだり、講座を取ってみたりしてください。罪悪感や義務感から何かをするのはやめてください。この習性を実践し、他人の良いお手本になってください。その要求にはノーと言ってください。あなた自身やあなたの価値観に対して忠実でいてください。ということですね。アサーティブネス、自己主張。ということですね。はい。これはね、そうですね。日本人はですね、相手に本当に自分の気持ちを伝えるのがちょっと下手なところがあるんですね。まあ、よく言われますけど、5分の1が実は相手の意識を感じ取る能力、超能力を実は日本人は持っているので、KY ってこともあるようにですね、結構相手のことを、心をですね、読んじゃう力が実はあるんですね。だから、あまり自己主張しなくても相手のことを感知する能力があるんですが、でもね、5分の4は、また裏返すと5分の4の人はね、わからないんですね。ですから、よくスピーチな人はね、感知する能力実は高い人多いんですよね。多分5分の1なんて比率じゃなくて、もっと感知してる比率実は高いはずなんです。だから、ちゃんとそういう人たちに対しては自分の言いたいことを言わないとですね、間違っちゃうんですね。はい。ですから、ぜひですね、自分の、言いたいことをちゃんと相手に伝えるってことが重要ですね。まあ、
伝えたらなんか失礼なんじゃないかなって日本人は勘違いしてるところもあるんですけど、実は伝えることは別に勘違いすることではなくてね、自分はこういうスタンスでいたいっていうことを、相手に伝えてるだけで、そうすると相手も、あ、そういうスタンスでいたいのね、じゃあ私もそれに対して合わせるよっていうね、ちゃんと相手も一番いい形でね、こう関係性ができますのでね。で、伝えないとずっとその、なんていうのかな、ちゃんとしたスタンスが両者の間に確立しないままずっと時間を取ってしまいますので、すごく、時間の無駄になっちゃうわけですよね。ですから、自分のことをちゃんと伝える。アサーティブネス。自己主張。これはすごく大切なことです。ぜひね、獲得していただきたいと思います。この技術をですね。はい。これは慣れですからね。はい。スミさん、ありがとうございました。途切れ途切れになってしまったので、後で録画を見せていただきます。でも元気が出るメッセージを聞きました。感謝です。はい、どうもありがとうございます。ね、ということで、ペコさん、自己主張ということでね、うまく、伝えていただければと思います。それでは次は、くぐりさんですね。はい。しっぽさん、今日はカードありがとうございました。出勤しますので落ちます。皆様、良い一日を。はい、いってらっしゃい。ストップで7。1、2、3、4、5、6、7枚目。はい、こちらですね。これは、太田。ということで、手のひらに妖精が乗っている絵がこう出てますね。はい。太田、秋。秋には全てが良い方向に進み、素晴らしく実り豊かな収穫ができます。あなたの質問に対する答えは、秋になれば完全に収穫できるでしょう。ちょうど家庭菜園のように、これから、恵みを経験します。ポジティブな思考を保ち、肯定し、祈り、導きに従った行動をとり、現実化を育み育ててください。このワークの成果は、秋になり、葉の色が変わり、空気が冷たくなり始めた頃に得ることができるでしょう。ということは、今そろそろ叶うってことなのかな、それとも来年の秋ってことかな、ちょっとピンとくる方だと思うんですけど、その他の意味です。学生に戻ってください。プロジェクトは完成に近づいています。秋に葉の色が鮮やかに変わる場所に出かけたり、引っ越しをしてみてください。家庭菜園やハーブを栽培してみてくださいということで、オータム、秋ということですね。はい。参考になりましたら幸いです。よっこしょ、よっこしょ。はい。それでは次にですね。はい。次が、プーさんかな。はい、いきます。プーさん、ストップで6枚目。1、2、3、4、5、6。はい。 Easy does it。 落ち着いて、何もかも思い通りにしようと頑張るのはやめましょう。そうすれば全てのドアが開くでしょう。これはね、海の上にね、イルカが実は泳いでてですね、その上に、炎の妖精みたいなのがいらっしゃる感じの絵なんですけど、はい。ちょうどイルカが嬉しそうにやすやすと波に乗るように、人生の波もあなたを運んでくれるでしょう。リラックスして、すべての流れに任せればよいのです。あなたがこのカードを引いたのは、あなたが無理やり何かを起こそうとしていたからです。そして根底にある恐怖心が、あなたに障害と壁を作っていたのです。時間をとって自然の中で過ごし、
訳してください。状況を手放してください。そしてどれだけ早くあなたの望んでいることが起こるかを見てみてください。その他の意味です。訳して信念を持ってください。遊びに出かけてください。いる形とつながってください。海地を入れたお風呂に使ってください。泳ぎに行ってください。自分のやり方から自由になってください。ということで Easy does it、落ち着いてというカードが出ています。はい、ペコさん、綺麗なカードで嬉しいです。そうですね、恐れず自分の意思を伝えるようにしていけばいいのですね。ありがとうございました。はい、くくじさん、ありがとうございました。秋は大好きな季節です。恵みを信じて祈ります。はい、プーさん、綺麗なカードですね。少しだけジタバタしてしまいました。ジタバタしてました、リラックスします。ありがとうございますということですね。はい、それではカード全員終わりましたでしょうかね。スペースキッドさん、おはようございます、こんにちは。はい、ということでね、はい、今日はね、ちょっと早めに終わってますね。45分ということでね。はい、まだ引かれる方がいましたら、言っていただければと思います。最後のエントリーの時間でございます。はい、ゆっこさん大丈夫ですか。はい、了解です。はい、他の方いらないいらっしゃらないですかね。ジェイドさんとかいいですか。はい、はい、じゃあ行きたいと思います。あとね、ただ外で見てらっしゃるかと思うんですね。チャットルームに入っていただければ、引けますので、よかったら、来てください。はい、ということで行きたいと思います。ストップとマイスをよろしくお願いします。あらら、落ちちゃった、残念。ちょっと調整、今日スティッカーも安定してないですかね。はい、あ、入ってきましたね。大丈夫です。よいしょ、今日はお花とともにやっております。ちなみにね、ここに今バラさんなんですけどね、バラさんがいます。この薄いピンク、もうちょっとね、目で見るとピンクっぽいんですけどね。はい、こんな、ここにいますね。はい、赤いバラさんどこだっけ、赤いバラさんはこっちにいるかな。こんな感じでいますけどね。はい、バラバラバラって感じです。はい、バラとこういう、なんだっけ、アルストロメリアだったっけ。ありがとうございます。金曜日の夜、やりますんでね、お裾分けをしております。金曜日の夜の心さんのところでいただいた花ですね。はい、花いいですよね、たまにはね。あ、ゆっこさん、ちょっと安定してないですね。じゃあ、ストップと枚数をよろしくお願いします。とりあえず、録画で残っているので、後で見ることができますので、ストップと枚数だけ、とりあえず言っていただいてですね。そしたら、放送します。はい、それか、まあ、ストップと枚数を言っていただいて、ユーストの方に行っちゃうという手もありますけど、どちらでも大丈夫です。はい、ユースト見てみよう。ユースト、まあ、ちゃんと動いてますね。ユーストは今、7人の方がいらっしゃいます。ユーストの方でカードを引いてもらいたい方がいましたら、言っていただいても大丈夫です。はい、よいしょ、お、堀さんから違うルート行きましたね。はいはい、じゃあちょっとこれゆっこさん発信してもいいですかね。発信者をピッピッ、朝
すいませんでした。おはようございます。はい、おはようございます。裏技のスカイプ接続ですね。あ、いいですか。はい。とりあえずカード引いちゃえば、はい、声、音声はつながりますからね。はい。はい、すいません。それではストップとマイスをよろしくお願いします。はい、ストップ、はい、4 1、はい、2、3、4、はい、こちらですね。はい、はい、そっかそっか、そうそう、スカイプつなげとくのも手ですね。音声で参加できますもんね。はい、そうですね。はい、はい、ディペドペイドオフ、借金の清算ってカード出てますね。これなんだっけ。その通りの意味もあるんだけど、はい、昔からの借金の重圧と癖があなたとあなたの人生から取り除かれます。このカードはあなたの経済的な状況に目覚ましい変化が訪れることを示唆しています。古い借金を清算するとはっきり決めたので宇宙が答えてくれました。あなたに借金を減らす機会が提示されます。新しい収入の道や不必要な支出をなくす内なるガイダンスなどです。これらの指示に従えば、あなたの経済的な状況は急速に改善されます。その他の意味です。借金をなくすとはっきり決心してください。宇宙が実現させてくれるでしょう。クレジットカードを切って捨ててください。非常にアメリカ的なんですけど、この辺が。それで、そうですね。はい。それぞれの支出に対して本当に必要か、単なる衝動買いかを自問してください。あなたは信念から自由になるべき人であり、自分は借金から自由になるのだと、理解してください。新しい支払いの習慣をつけると賢く決心してください。すべてを現金で支払い、現金がないときは買ってはいけません。収入の 10% を寄付してください。思いがけない収入があるでしょう。神はあなたの必需品を供給する真の源であると断言してください、というメッセージが来ています。なんかピンとくることありますでしょうかね。そうですね、ちょっと 2,3 日中に支払わなきゃいけないと思ってたことがあるので、はい、先にそっちの支払い先に今日済ましとこうかなと思いますが、はい。はい、なるほど。はい、まあ、ということで ディペイドペイドオフですかね。それと、はい、あとお金の流れが変わるっていうことなんでしょうね、きっとね。あ、そう思います。まあ、いっぱい入ってくるって意味ではあると思いますけどね、結局。そうですね、はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。はい、朝にスカイプありがとうございます。朝は今度スカイプちょっとオープンにしとこうかな。そうですね、これ今今度皆さんもつなげられるようにしておきます。すいません。はい、そしたらね、音声でも参加できますからね。はい、スカイプもね、ちょっと今パワーアップしてましてですね、今度9人まで同時に映像を出しながら喋れるようになったみたいですね。これね、だからちょっとスピーチャーテーマがこれから変わってくると思うんですけど、昨日ね、夜ちょっと実験しようとしたんだけど、ちょっとそれ成功しなかったんですね。だから何人もこう顔でゲストで出ていっていただいてですね、スカイプ対談みたいなこともできるかもしれないですね。ということで、ちょっと楽しみにしております。はい、それでは今日どうもありがとうございました。これで全員引けましたでしょうかね、ご希望の方。はい、ということで今日も一日良い日をお過ごしください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。よいしょ。それでは、よいしょ。さようなら。ありがとうございました。今日も良い日を。良い日を。はい。